皆さんこんにちは、そしてこんばんは。大戸浩司のカラオケレッスンへようこそ。今日もお客様をお迎えしております。今回が2回目の登場となります。それでは自己紹介でどうぞ。皆様こんにちは、キングレコード園田雅宏です。今日もよろしくお願いいたします。今日ご紹介します曲はね、芦田川慕情という曲なんですけども、我々は地元の大きな一級河川のその名前芦田川って非常に愛着もありますしよく知っておりますけど、全国的にはどうなんでしょうかね。まあ、新幹線乗った方なら九州に向けてとか東京に向けての時に通る川で、川の名前までは見てらっしゃらないかなとは思うんですけども、ねえ、はい、なんか水質があまり良くないとかっていうねなんか悪い方のイメージしかなくて、はい、まあ、でも私たちなんかはその芦田川の支流でね、まあ、川遊びをしながら大きくなったわけです、はい、でこの、詩というのが例の種本康夫先生、はい、人生勝負の先生のご親戚の方が、はい、まあ、元になるものを作られて、それを補作詩というんですか、はい、そういう形でね、はい、いやぜひともこの地元の歌を、大戸さん作ってくれということになりましてね、ずいぶん考えたんですよ、はい、私が作った曲の中でも数少ないワルツ、ワルツ、あ、これ少ないよ、はい、うん、でね、はい、なんでワルツがあまり私がその作ってこなかったかというと、はい、単純になるんですよね、メロディーが。あー、なるほど、そう、うん、なりやすいですね、はいはい、そして演歌っぽくはならないんですね、比較的。そうですね。でどうしようかとこれも悩みました、はい、園田さんの顔が浮かぶけどこれはやっぱり五木ひろしさんに歌わせようと。あ、届けばいいですけど。いや、その思いが届いたのか、なんか当時ちょうどなんか川の歌を歌ってましたよ、九頭竜川。九頭竜川、はい、あら、ちょっと私の方が手遅れになったなと。あ、まあ、九頭竜川の後に芦田川とはいかないじゃないですか。千曲川も、ああ、そうだ、あれもワルツ調ですね。ね、はい、北島さんもワルツ歌ってるけど、はい、やっぱりド演歌には、ね、なりにくいんですよね。そうですね、拳を入れてもなんかバランスが悪くなったら、まあ、私みたいなペーペーが言うあれじゃないんですけども。いやいやいや、もうおっしゃる通りでさあ、それでは話はこれぐらいにしましてね、はい、皆さんにその曲聴いていただきましょうか。曲名を、私のキングレコード第1弾のメイン曲となりました、地元を流れる芦田川テーマに作られた曲です。芦田川慕情お聴きください。赤く染まる頃、芦田の川の岸の道、恋しき母の影を秘めて歩けばなおさらに、涙あふれて
誘われて、いつか聞いてみるこの騎士め、思いは遥かふるさとの母と遊んだあの川共に歌った芦田川慕情でした。皆さんいい歌でしょ。途中で曲の番号も出てきたと思います。通信カラオケ全てに入っておりますので、どうぞ愛唱歌の一曲に お加えください。ではこのコーナー、せっかくですから歌っている本人からの歌唱指導と申しますか、ワンポイントアドバイスなどありましたらぜひともということでお願いいたします。はい、この歌はやっぱり最初言われた通りワルツなんですけど、完璧にワルツにすると面白みがないこのジョジョカーのような歌なんですけども、まあ、ポイントとしましてはその淡々と歌わず感情を込める詩をよく読んで理解して、で拳もところどころ入れる部分、まあ、例えば後半なんですけど、なおさらにと上がっていきます。で涙あふれて頬ぬらすというふうに締めていただければ。なんとこれ誰が作った歌なの？大戸宏先生らしいです。隣にいらっしゃる、ちょっとこの番組改めて、はい、いい歌ですよ。はい、これどうして全国区で売れないのかな。芦田川っていう川に問題があるのかな。なんか水質汚染がどうのこうのっていう悪いイメージしかないんですよね。僕は上流の方のイメージで歌ってると綺麗な歌に、はい、失礼しました。そうだそういう言い方もあるんだ、
まあでもね、叙情歌と言ってくれましたよね、はい、まあ、そういうメロディーを作らせていただきました、はい、あと何かそのリズム的なことで。そうですね、うん、リズムで言いますと、西空赤く染まる、なんです、染まるって全く平らに歌わないことに努めて、よく音符も、まあ、歌詞もそうなんですけど、音符もしっかり頭に入れて歌われると流れがつかめるかと思います。 その前に CD をよく聴いていただければ。あ、もちろん、はいはい、あの染ま染ま、その音が8分音符なんですよね、はい、それをこうバルツだから 1,2 ソーマーとやると、これが長すぎると、はい、どうも歌がこう締まらないと言いますかね、流されてしまうんですね、うん、皮だけに、はい、ワルツは、はい、うまいね座布団あのね、はい、こうワルツだからこう綺麗に歌おうとしがちなんですよね、はい、多少癖があっていい、その癖はもう作曲家がつけてますから、私が、はいはい、もうこの先ほど、ね、言った通り CD の歌声をしっかりお聴きいただきましてね、はい、ぜひともいい歌に仕上げてください。そして皆さんの力で芦田川慕情を全国区にしてやってください。最後に園田さんご自身からもう一度ご挨拶お願いをしてください。はい、今日はこの私の CD4 作目となります、キングレコード第1弾となりました芦田川慕情聞いていただきましたけども、皆様の力で本当に全国区にもう先生と一緒にまた神の方に上がれる機会をいただけたらなと思って頑張っております。今後ともよろしくお願いいたします。では皆様またお会いしましょう。